かお前な俺だって男なんだぞ、に対する一般先生たちの反応集。ミカ、お前な、俺だって男なんだぞ。すまん、理性が、本当にごめん、昨日のことまだ怒ってるよな。当然だよな、教師が生徒にしていいことじゃない。バルキューレに自首する、一生君の前に現れないと誓う、塀の中で罪を償うよ。また先生が鏡の前で独り言言ってる。バルキューレ襲撃するじゃんね。突然降ってくる隕石。高貴園さん先生を挑発して誘ったんだって。最低。渚様って血も涙もないわね。きっと渚様の差し金だわ。そのまま続けてくれてもよかったじゃんね。先生がミカを抑え込めるわけないし、先生のパワーで押し倒せるわけないからな。上手モッドでかたい描け。割とよく描いてるような。もっと描け。ミカちゃんと抵抗しろ。またミカが鏡の前で独り言言ってる。同意してたのに拒否されたじゃんね。ミカパイこんなでかかったっけ。まず先生は男なのか。顎が上手みたいに長い先生来たな。乱暴願望ある時とない時が、20Hz ぐらいの周期で存在しそうなのがミカ。正直に言うと、ミカの羽をお守りにしたい。まず先生は人間なのか。極めて怪しい。土下座してなかったことにしてほしいっていうやつ。先生がしたいことなら、邪魔なんてできないし。普段トリニティピンクゴリラとか言ってるけど、正直ミカのこと性的に見てる先生は多い。いろんな意味で、本人に良くないから抑えてる。性格以外はパイパイ大きい正統派美少女じゃんね。好き放題やるだけやって、気が済んだら一方的に謝って、塀の中に逃げるとか、良いご身分じゃんね。言うか言わないかでなら、言うであろうしたたかさはあるよねミカ。甘くしたり甘くさえ手を出したら、間違いなく失楽園コースだからな。絶対に面倒なことになるよね。絶対になかったことにはしてくれなさそう。強引に襲われたい。イチャイチャしたい。尻に敷いてみたい。からかいたい。お姫様みたいに扱ってもらいたい。監禁して私だけの先生にしたい。これぐらい入れ替わるだろこの娘。数分おきに入れ替わりそう。全部したいので、日替わりでやれる関係になりたいって願望がトップ。生銃を知った人が外へ出すことはあり得るのかとか、そんな話だったっけ。このキャラ付けで超デカパイエルカップに設定したの、マジで異端。日本人サイズだと、ミカのは IJ くらいじゃないかな。どう見るかだ。お前は何を言ってるんだ。なんかミカみたいなキャラって、他作品だと貧乳ばっかりじゃん。そこを思い切ってエルカップにすることで、贅沢盛りというか全部乗せというか、とにかく満足感がすごい。エルカップは童貞が過ぎる。メンヘラは彼女にしても妻にはするなって、カンヒコにも書いてあるからな。誘惑して、ついに先生から手を出してもらえたと思ったら、先生がベッドヤクザで徹底的に分からされるエチな本好き。ある日のミカのおかず。下手に理性あるくせに、行動理念は絶対的に感情的なのマジで読めるわけないよ。女極めてるよ。ミカとの距離の取り方は本当に難しいからな。もういっそ一回抱いてみるのはどうじゃんね。罠がでかすぎてダメだった。容姿に関しては絶世の美少女すぎるから、本当に魔性の女という言葉が似合うよミカ。めんどくさい。店員さん、いい加減にしてくれないかな。おるね。非力なお嬢様の懇願に見えるけど、実際にはヒグマに腕掴まれてるみたいな状況なんだよね。回答次第では腕がなくなりそう。ミカと話すときは、ハンターハンターのメル M からの問答みたいな気分になるはず。ミカは体幹一歩引いた態度で接するくらいがちょうどいい。どう見ても見えてる罠なのに、手を出したくなるぐらい魅力的なの本当に怖すぎる。Lカップ確定で話すな。いや Lカップあってもいいけど。そんな縄張りに入ったら食われるみたいなこと。先生に揉まれ続けているカップに。童貞の先生は胸に夢見すぎじゃんね。私の桃を？童貞だと逆にここまで危険だと警戒しそうだから、ベテランほど距離感見誤って死にそう。評価のされ方が女の子じゃなさすぎるだろ。両手で腕を掴まれてる時点で、覚悟が必要では？容姿にも恵まれてるのに、声も可愛いのずるすぎるだろ。空気は抜群に読めるから、こそのそんな空気にするきっかけすら作っちゃいけない緊張が強い。領域展開されると避けられない死が待ってるから、間合いを見定める必要があるんだよね。ミカがエルカップかどうかはわからないけど、ミカがエルカップだと嬉しい。魔性の女。童貞が想像するデカパイと実際のデカパイみたいな画像あったよね。ミカで描いて。
常に頭脳戦仕掛けられてるみたいになるのか。会話するときは、常に爆発寸前の次元爆弾解体してる感じだと思う。実際に次元爆弾持ち歩いて爆発させる生徒も多いし、見かがえるカップかどうかはわからないけど、見かがえるカップだと嬉しい。限界を迎えてサムネみたいなことしたいよね。L カップはこんなもんらしいから、むしろサムネ見た感じ M くらいあんじゃね。さすがに死にはしないだろうけど、欠損くらいは平気でありそう。見えてる地雷がここまで可愛いのは辛い。先生に限界を超えたミカをエンカウントさせたい。私も女じゃんね。お前のような女がいるか。いっぱいいる規模とす。ミカは勝手に曇ってるくらいがちょうどいいよ。プレ先世界のミカはどうなったんだろう。より台を失ったたたり神みたいになってるのかな。先生に見放されたミカは、もう何もすがらず止まることのない魔女になっちゃう。ミカが J だと興奮する。バストサイズ申告パイズリしてほしい。でも勝手に自分でこじれて姿見せない可能性も高いと思う。プレ先世界のスキルあったけど、まあ途中までの魔女ミカとあんまし変わってなかったな。なぎさと紅茶しばいてくるね。なんですが、キボトスが油断できない地雷腹だとでも言うんですか。女性視点でのオナネタな妄想の乱暴って、あくまで強引に優しく犯される感じだよね。男妄想的にはこちらの意思が届かない女性優位攻めみたいな感じになりそうだけど。ミカ以外に地雷系いるかな。見ない子ばかりだと思うけど。アリス。先生は地雷系なんて言わないな。お姫様扱いしてほしいけど、強引に襲ってもほしいみたいな葛藤。これってつまり、普通の女の子ってことじゃん。ミカに勃起を目撃してほしい。はめたら破滅的な気持ち良さなんだろうなと思わされる。はめたら破滅なんだろうなと思わされる。襲われても知らないって言ったよね。そんな多種多様な妄想なネタがあるみたいな。ミカを妊娠させて中絶させたらどうなる？ミカが鬼なんかするわけわけ。ミカの相手正面からすんな。本編でしたような気がする。絶対明記であると断言できる。手を出したら待ってるのは破滅。白子とミカと若者相手に三股して、何日生存できるかチャレンジしたい。先生は死ななくて周りの生徒がバンバン死んでいく。付き合ってもちゃんと追い出したら先生しばいてくれる生徒探すの割と難しいかもしれない。ヒナがボーダーライン。カンナとより。めんどくさいだけならともかく、シンプルに嫌な奴の一面もあるのが最悪。はめても破滅しない生徒だってそんないねえだろ多分。新刊ミカ本なんだ。今起きてる問題解決して安定したら即付き合いたいよ。上手先生のミカ好き。なぎちゃんもっと好き。一生面倒見てくれるなら手を出してもいいじゃん、ね。安定してよし問題ないなって、セクハラしたらしっとりと受け入れムードになって、その状況でガン逃げしたいという願望は常にあります。先生もその気は全くなかった、ラッキースケベ的なタッチをミカにぶつけてみたい。